ヨネザイズミのフィールファイン TV です。はい。なんかよくわかんないけど、クルマキー合成になりましたね。グリーンシート買っちゃったんだね。というのも、あさって、ヨネザイズミプレゼンツ、高円寺パンディットプレゼンツ、泉ちゃんナイトオンライン開催ということでね、全然レギュラーの配信がもう2週間近くできてないということで大変申し訳ないです。今日はそのお詫びとあさってのトークライブのね、告知だけ手短にお届けしたいと思います。オープニングもタイトルもなしでございましてね、喋り続けます。ということでですね、まあなんかその、実は、ま、この背景が明らかにね、黒巻合成になってるんですけどね。一瞬お見せしますと、こんな感じでグリーンシート買ったってことですね。もちろんアマゾンで買いました。なぜ買ったかっていうと、明後日、泉ちゃんナイトオンライン第1回開催ということでね。視聴はですね、YouTube ライブからだと、特に予告なしでご覧いただけます。このチャンネルのところにね、告知は明日土曜日の前日の夜にですね、貼りますので、そちらを参照していただきたいと思います。Zoom で参加できますね。Zoom で参加する場合、米沢の、Twitter アカウントの方に DM でお送りいただければですね、審査の上、参加いただけます。お断りすることもあります。審査の基準は下にリンク貼っておきますのでご覧いただきたいと思います。鉄道関係の話題あんまりお送りしないんですけどね。ちょっとだけ、いろいろと喋りたいと思います。詳しいメニューも下の方に出てますんでね。そちらの方で。もちろん YouTube チャンネルの方は、まあ、別に何の予告もなくね。別にどなたでも見ていただけるので、そちらで見ていただいた方が手軽だと思うんですけど、質問とかしたい場合はね、Zoom じゃないと多分チャット拾ってる暇がないと思うんでね。YouTube ライブのチャットはね。まあ、Zoom で参加いただいた方がいいと思います。ということなんで、下の方。よろしくご参照ください。ということですね。で、なんで配信が今日まで行われてなかったかというとですね、単純な話で、仕事がテンパってる。全然終わってない。本当は、先週の火曜に終わってなきゃいけない仕事が終わってないってどうなってんだって話なんですけど。ちょっとですね、仕事が、もう、莫大な、試行錯誤を繰り返さなきゃできないような仕事である上に、ちょっとですね、もう朝起きた時にも調子が悪いです。ちょっと、なんか、うつ状態な気がするんですけどね。なんというか、申し訳ないですけどね。というわけで、明日もお仕事をすることにしました。実は明日はですね、今週の月曜日にですね、三陸鉄道の新太郎駅が開業したってことでね。そちらの方に、明日行く予定だったということで、5月頭のね、野良学術捜査で青森行った時に、奥津軽今別からのね、前日に買った駅ネット予約、こちらをですね、明日の行きの新幹線に、充当して、予約を流してたんですけども、こちらももうちょっと行けなくなったと。で、それでですね、今日までですね、5月28日以降の指定席が、発売されないという東日本の新幹線になってたんですけどもね、本日、プレスリストがあって、明日から発売ってことなんでね、明日発売前にちゃんと朝早起きして仕事のためにも含めてね、なんとか起き出して駅ネットで上編すれば、これがまたね、延長できるってことで、三陸鉄道の新太郎駅は仕事が多忙のため行けず、来週の、土曜日を予定しております。その後ですね、さらに野良学術調査その2として、ね、山形県ちょっと行きたいと思ってまして、その辺も含めてね、動画では録画の動画でね、お届けしたいと思ってます。そんな次第です。以上でした。全然短いとかって5分喋っちゃった？あ、まだ5分喋ってないね。はい、ということなんで、繰り返し告知させていただきますけどね。明日の新太郎駅上下車のための日帰り旅行は中止。旅行じゃないね。折りつぶしは中止。で、明後日ね、泉ちゃんナイトオンライン。ボリューム1、開催いたします。このチャンネルではなくて、高円寺パンディットさんのチャンネルでお届けしますということで、明日、URL 発表しますが、その URL も下に、明日貼りますけどね、リンク貼りますけども、そちらの方ご覧いただきたいと思います。また告知は流しますね。URL 直接あるね。ということで、ぜひ、よろしくお願いします。以上、米沢からの緊急のお知らせでございました。